パオロ・ベロネーゼ、パオロ・ベロネーゼ、1528年から1588年4月19日は、ルネサンス期のベネツィアで活動したイタリア人画家。カナの昆芸、レビケの共演などの作品で知られる。パオロ・カリアーリと呼ばれることもあるが、出身地のベローナから、ベロネーゼとして知られるようになった。ベロネーゼは、キツアーノとティントレットと並んで、 ルネサンス後期のベネツィアを代表する画家であると評価されている。非常に優れた色彩感覚の持ち主で、フレスコ、油彩ともに幻想的な色使いの装飾的絵画作品で知られている。ベロネーゼの最も有名な作品は劇的で、色彩に満ちたマニエリスム様式で描かれ聖地かつ物語性豊かな連作絵画群で、そう主な建築物と、 壮麗な画面構成が特徴である。ベネツィアとベローナの修道院の食堂をモデルとした聖書に書かれた共演のエピソードを題材とした大型着な絵画群は特に重要な作品となっている。異端新聞におけるベロネーゼの言葉は当時の芸術に対する指揮権として引用されることも多い。当時のベローナの国勢調査記録からベロネーゼが1528年に ガブリエレという名前の石膏とその妻、カテリーナの息子として生まれたことが分かっている。14歳の頃までにベローナの画家、アントニオ・バディーレと共に弟子入りしている。バディーレが1543年に描いた祭壇画には当時のベロネーゼの手によると思われる印象的な工事が描かれている。壮熟なベロネーゼの才能は、 バディーレの工房の水準を超えており、1544年の時点でバディーレから学ぶものはなくなった。ベロネーゼは当時パルマで主流だったマニエリスム様式の絵画教育を受けたが、たちまちのうちに輝くような色彩に満ちた独自作風を見つけた。ベロネーゼは1553年にベネツィアへと移住しているが、1548年にマントバに短期滞在し、 当時のドゥオーモでフレスコ画を制作している。ベネツィアで受けた最初の絵画制作依頼はサンフランチェスコ・デ・ル・ラビーニャ教会のフレスコ装飾を公式に依頼された。その後、サンセバスティアーノ教会にそれぞれ描いた天井画によってベロネーゼは当時のベネツィア絵画界の巨匠有名性を確立した。これらの作品にはコレッチョの人体表現におけるデフォルメと ミケランジェロの惜しい人体描写からの影響がわずかに見られる。カナの婚礼は、バルバロテと同じくアンドレア・パラーディオとの共作となった作品で、新約聖書のヨハネ福音書2章1から11節に記述されている、ガリラヤのカナでも用された、婚宴に招待されたキリストが水をワインに変えたとする、キリストが起こす最初の奇跡のエピソードが久さしれている。 1562年に、ベネツィアのサンマルク島さん、ジョルジョマジョーレ修道院のベネディクト会修道像から依頼を受けて制作された。この時の制作契約条件として、66平方メートルの壁を覆う巨大な絵画とすることが謳われており、使用する顔料の品質と種類も最上級のものが求められている。例えば青色の顔料には天然鉱物である。 ラピスラズリを使用した非常に高価なウルトラマリンを使用することなどが契約書に指定されていた。さらに契約書には可能な限り多くの人物像を描くことも盛り込まれている。カナの婚礼は15ヶ月かけて1563年に完成し、その後235年換算、ジョルジョ・マジョーレ修道院の食堂にいられていた。しかしながら1797年の ナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍のイタリア侵攻時に修道院から略奪された。輸送するにはあまりに大きな絵画だったために2枚に裁断されパリに持ち込まれた後に元通りに修復されている。ナポレオン失脚後に結ばれた講和条約でフランスからイタリアへ返還された略奪美術品もあったが、金の婚礼はフランスが返還を拒否した。その代償として シャルル・ルブランの絵画がベネツィアへと送られ、現在もこの作品はアカデミア美術館に所蔵されている。カナの婚礼は、夫婦戦争時には箱詰めされてフランス西部のブレスへと疎開していたほか、第二次世界大戦時には巻き上げられた状態でトラックに積まれてフランス各地を転々としている。1989年にルーブル美術館が100万ドルの費用をかけて、 システィーナ礼拝堂天井画の修復に悲見するような金の根源の修復計画を開始した。これに対し歴史的美術品の擁護者を辞任する芸術家の集団が異議を唱え再検討を要求していた。そして1992年6月にルーブル美術館は金の根源の修復途中に二つの異なる要因によって作品に損傷を与えてしまったと 不面目にも公表することを余儀なくされた。空気弁から吹き出した水がキャンバスに飛び散ったことと、その2日後に総重量1.5トンに及ぶ金の昆礼を壁の高い位置にかけようとした時に誤って床に叩きつけてしまったことである。この時修復用に使用されていた金属枠が金の昆礼に5箇所、最長4フィートの裂け目を生じさせた。 建物が描かれている部分と背景部分が損傷を受けたが人物が描かれた箇所には影響がなかった。噂が広まるまでこれらの事故についてルーブル美術館は1ヶ月の間公表しなかったため大きな批判を受けている。画面には当時最新の事物と古典的な事物の両方が描き込まれている。建物は古典的なグレコロマン様式で 低い手すりに囲まれた中庭には、道理屋式とコリント式の柱が立ち、円形にはアーチがついた空想的な戦闘が描かれている。全面中央で楽器を奏でる人物のうち、白のチューニックを着て、ビオラダガンバを手にしているのは、ベロネーゼの自画像。その向かい側の赤い服の人物はティツヤーノ。さらに、ベロネーゼの背後にはティントレットが描かれていると言われている。その他、 フランス王フランソワ一世、フランス王妃、レオノールデ・アウストリア、イングランド女王メアリー一世、オスマン帝国皇帝スレーマン一世、オスマン帝国大宰相ソコルルメ・フメトパシャ、ペスカーラ皇爵夫人ビットリア、コロンナ、イタリア貴族、ジュリア・ゴンザーガ、スー・キレジナルド・ポールラ、当時の危険が描かれているとされている。画面中央には、背とにキリストと、聖母、 マリアの姿が見える。その背後のバルコニーには肉を解体する人物が描かれており、美術史屋からは解体されているのは羊で、キリストの真上の人物が刃物を振り上げていることと、共に将来キリストが神の子羊として処刑されることの象徴だとされている。かの婚礼には宗教的象徴が描かれているために、正式な共演儀礼が無視されており、客人であるはずのキリスト、 マリア、使徒が中央の席を占め、神道神父は画面左横の隅に追いやられている。ベロネーゼは1573年に、ベネツィアのサンティジョバンニエ・パオロ教会の食堂の壁画、デビ家ケの共演として知られる作品を描いた。この食堂に飾られていたティツヤィーノが、キャンバスに、油彩で描いた絵画が火災で消失してしまったため、ベロネーゼが依頼を受け、もともとは、 最後の晩餐として描き始めたものである。ベネツィア風の祝宴を表現した縦5メートル長、横12メートル長という非常に大きな絵画でベロネーゼの食事の光景を描いた作品群の中でも最高傑作とされている作品である。十二使徒が集う最後の晩餐の情景だけではなく、ドイツ軍人、小人の道家、様々な動物などベロネーゼが作品に 物語性を持たせるために多用した異国風のモチーフが共に描かれている。ベロネーゼの特徴である輝くような色使いと共に豊かな物語性、感情表現、非常に繊細かつ深い意味合いを持たせて描かれている人物間の身振りなどに優れた描写が見られる作品となってる。前述したように、デビケの共演はもともと最後の晩餐を主題として描かれていた。 10年前の作品、カナの婚礼のバフは、富豪、依頼主のベネディクト会修道像は、作品に、可能な限りの人物を描くことを望んだ。しかしながら、レビ家の共演では、聖書のエピソードの、最後の晩餐を贅沢な衣装を着た、ベネツィアの貴族階級の祝宴のように描いた上に、本来の聖書のエピソードとは、無関係な、同家、酔っ払った、ドイツ人。 小人などの下品なモチーフを用いたことが不信心ではないかとしてローマカトリック教会の対抗宗教改革で問題視され五百七十三年七月にベロネーゼは異端審問会に召喚を受けたこの審問自体は懲罰ではなく警告を主としたもので三ヶ月以内に作品を書き直すように命じられたがベロネーゼは我々画家は詩人あるいは狂人と同じく 心に思ったことを自由に表現する権利を持っていると言い放ち、作品を書き直すのではなく、単に作品の題名を最後の晩餐から美家の共演に変更するだけで、この一旦審問会を切り抜けたのである。レビ家の共演は様々な議論を巻き起こした作品である。1960年代にもモンティ・パイソンが、ミケランジェロが、カンガルー28人の弟子、 三人のキリストを最後の晩餐に描いたためにローマ教皇に召喚されるというコメディを披露した。このコメディにはベロネーゼがアッケラカンと最後の晩餐を最後から二番目の晩餐に題名を変更して問題を解決しようとするという地がついている。1556年頃にベロネーゼは祝縁の子を描いた最初の大規模な作品。 シモン家の共演の制作依頼を受け、1570年に完成させている。しかしながら構成が散漫であり、作品の焦点がはっきりしていないことから、この壁画はそれほど重要視されてはいない。1550年代の終わりに、ベロネーゼが手がけていたサンセバスティアの教会の天井画制作に割り込む形で、 マゼールに建築家アンドレイア・パラーディオンが設計した新築のバルバロ帝、ビルタ、バルバロの室内装飾依頼を受けた。この時描かれた一連のフレスコ壁画は、キリスト教的精神に溢れた日常生活を主題とする独創的なもので、依頼主のバルバロ家の人々も壁画に登場人物として描かれており、天井部分にはギリシア・ローマ神話の登場人物が描かれている。 遠近法と騙し絵トロンプルイユの手法が採用された複雑な構成で、きらめくように鮮やかな彩色と、相まって視覚化された詩も言われている。バルバロ帝における建築家と芸術家の共作は成功したと言える。ベロネーゼは食事の情景を描いた作品と同様に、アレクサンドロス大王の前に出たダレオスの家族、1565年から1570年。 の画面構成でも建物を画面とほぼ平行に描いて、おり、この手法には列をなすように配された人物たちを、強調する効果がある。今や礼拝堂といった場所に飾る絵画の場合、角に透視図法を用いて描かれた作品ではなく、物語性を持つ、鮮やかな多色使いで描かれた作品の方が、よりふさわしいということを、室内装飾に関する天余の差異を持っていた、ベロネーゼは、 十分に理解していた。人物像は画面水平にごく落ち着いたポーズで描写されており、そこからは感情表現を見取ることはほとんどできない。人物像に感じられる豊かな感情表現は光の描写と鮮やかな色彩から来ているのである。このような明るい表現描写はベロネーゼの充実した私生活を反映したものである。ベロネーゼは1565年頃に 最初の師匠であるアントニオバディーレの娘エレーナと結婚しており、二人の間には四人の子供が生まれている。アレクサンドロス大王の前に出たダレーオスの家族と同じく結婚当時に描かれた作品にエリサベと幼児洗礼者ヨハネ、イユスティナと聖母子1565年から1570年、ティムケン美術館が聖母マリアの向かって右側に 幼児キリストが画面中央に描かれている。およそ100年前のルネサンス初期に描かれた絵画と比べると、キリストとヨハネはより写実的に幼く表現されており、このくらいの年齢の幼児であれば、母親にばかり目が行くのが普通だが、キリストは傍らのユスティナに向かって手を伸ばしている。マリアのいとこで、ヨハネの母エリザベトは画面左側に描かれている。 繊細なバランス構成で、聖家族を描いた絵画で、使用されている絵の具の暖色寒色比率も優れた作品となっている。天井画や壁画以外に、ベロネーゼの作品には、聖ニコラオスの性別、1561年から1562年のような祭壇が、キューピットによって結ばれるマルスとビーナス、1578年のような神話が、女性の肖像、 ラベル・ララーに1555年のような肖像画などがある。さらにペン、インク、水彩など複数の素材で描かれた多くのスケッチ、チョークを用いた人物集作などが世界各地に現存している。ベロネーゼは存命時から美術愛好家たちに最高の画家の一人だとみなされていた。ベロネーゼは自身の一族で構成されていた工房を経営していた。 この工房に従事していた弟のベネデットとガブリエイレ、ジョバンニアントーニオファゾーロラが挙げられる。バロック期のイタリア人画家、電気作家カルロリドルフィは1648年にデビケの共演について抑制された歓喜、早朝な美しさ、陽気な笑い声と評している。また、20世紀のイギリス人芸術家、呪述家、キュレータのローレンス・ゴーイング、 は次のように述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。